東京スイミングセンター。東京スイミングセンターは、東京都豊島区駒込5丁目4番21号に、ある、スイミングスクールである。通称は、東、水、TSC。1966年11月に、日本水泳連盟が、奈良県内で、全国高知研修会を開催した際、日本水泳連盟名誉会長田畑政治と、 日本水泳連盟会長の奥野良ら関係者が、天理教二代新柱、中山正前設立者と会い懇談した。懇談の場で、田畑氏は水泳日本の再建には、選手強化に使えるプールが東京に必要だと、中山氏に訴え、中山氏は田畑氏に水泳日本復活のために協力することを約束した。このような経緯で設立が決まり、1968年6月、 豊島区駒込に TSC が誕生した。なお、中山正前二代新柱は TSC 誕生前年の1967年11月14日に他界している。基本的にジュニア競泳選手の育成に主眼を置いた水泳専門クラブで、これまでり、現在も大手企業のチェーン参加に属さず、独立系のスイミングスクールとしての立場を守っている。運営は、 天理教の関連団体で不動産会社、株式会社東京天理教館が行っている。単独クラブとしては、珍しい公認企画50メートルプールを屋内に備えている。縦50メートル横25メートルという設計で、多くの選手が同時に練習できるようになっており、校内記録会や公認記録会も頻繁に開催されている。また一般成人向けの屋内25メートルプールや、 フィットネスクラブ施設も併設されている。都内における公認企画の大規模大会開催が可能な施設として東京辰巳国際水泳場が開設されるまではジュニアオリンピックの競泳競技会場としても使用された。現在は東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待公認記録会の会場として全国から参加選手を集めて行う大会が開催されている。 国際大会で上位入賞する選手らが拠点としていることもあり、国内外のメディアが取材に訪れる、上田と北島は出身者、寺川は中村玲子引退により、平井に支持できたことで、ここを東京での活動拠点とした。出身者は生徒として在籍し、スタッフとしては残留しなかった人物、スイミング会員のみ利用できるトレーニングジムも併設されている。 天理大学水泳部の選手クラスは、例年当該スイミングセンターで合宿を行う。ありがとうございます。